今どのように変わっていってるのか、1点目のことに関しては、うん、今国会から共産党の国会議員の方々も、うん、天皇陛下がご臨席される開会式に出席されて起立もするというようなことになりましたよね、うん、これは私すごく大きな変換点だと思うんですけれども、そ、ね、はい、そのあたりがどうなのか、ちょっと、ね、じゃあ僕の方から解説をしていただいて、もともとね、さっきも出てきた8回大会で決まった投稿料では、うんうん、天皇制っていうのは廃止すると、うんうん、天皇制打倒というのが方針だったんです、うん、でところがね、もう共産党、天皇批判というのはそうは言っても共産党はそんなにやりたくはなかったんですよ、うん、なんでかっていうと国民の中に定着してるから、はいはい、でそれがもう戦後ずっと経てば経つほどそうでしょ、うん、で皇室が身近なものになると、うん、もう国民の中に受け入れてると完全に、うん、でね、困ったんですよ、だから共産党は、うん、で不破さんが、ね、僕にねこう言ったんですよ、党綱領で君主制って書いちゃったんだよなと、今の天皇制を、うん、で君主制というのは形式的にあれ君主が政治的権力を持ってると、はい、したがってそうすると共産党としてはこれ打倒の対象にしなきゃいけないと、はいはいはい、うん、ね、だから綱領で君主制と書くべきじゃなかったと、うん、考えたわけで、不破さんはちゃんと考えてんだ、うん、で君主制じゃないということにすればいいじゃないかと、はい、言うんで党綱領を改定して、うん、君主制という位置づけをなくしたんです、はい、あ、なるほど、そういう憲法を見てみろと、うん、天皇は一切政治的権能を持たないと書いてあるじゃないかと、うんうんうん、だからこれはね、イギリスとか他の国の君主とは違うんだと、はい、日本の天皇というのは、うん、政治的権能を持ってないんだと、うん、だからいわゆる一般で言われる君主制ではないと、うん、いうふうに位置づけたわけです。で君主制ではないんだから、うん、共産党としては廃止の対象にする必要はないと、あ、そっちへ流れていくわけですね。そのためにそのために君主制ではないと、要するに廃止の対象ではないということを言うがために君主制ではないという理屈付けをやったわけ、うん、なるほどね。そしてそれから共産党はもう天皇との共存という路線に行くわけ、うん、でその時に、ね、党役会のあたり C さんが俺僕のと筆ちゃん筆ちゃんって、筆ちゃんさ、社会主義日本になってもこの綱領だと天皇制は残るんだよねって言ったことがありましたよ。理屈はそうなんです。そうですね、そういうことなんです。だからね、もうこの時から開会式に出るというのは僕は時間の問題だろうと、はい、でね、ただね、なぜ開会式にこの時期に出たのかと、この前の国会で、はいはい、理由があるんですよ。なんですか。その間ずっと選挙負け続けでしょ、はい、選挙負け続けの時にね、それまで出なかったのに出たら、うん、とうとう共産党ね、もう落ち目の共産党も、うん、神戸垂れたと、こうなるじゃないですか、うん、ところがここ3回選挙勝ってきてるわけよ、うん、参議院選挙、衆議院、はい、衆議院選挙と、はいはいはい、上り調子なわけよ、うん、だから出たんですよ。なるほど、ね、でしかも民共との連携があると、うん、ね、もっと柔軟になったんだみたいな、そう、民主党と連携するためにもここは出なきゃダメだと、うん、開会式に出ないような政党とね、一緒になれないと、ね、組まないじゃないかと、なるほどね、こういう打算もあって、あの開会式の出席になったと、結構時間かかりましたよね、転換ね、うん、まあ、僕はいわゆる普通の党員にね、そういう方針なんかを説明する立場だったんですよ、はい、下の方の、ね、はい、職員だったんで、それで、はい、その今、掲げていただいている正論でも書いたんですけど ね、まあ、戦前はですね、天皇制打倒の対象にしたのは、何か平等とかそういうことじゃなくて、はい、もうともかく治安維持法でもうね、やっつけられてくる、はい、共産党はね、体制を転換する、うん、まあ、その中心 その支配勢力は天皇だから打倒しなきゃならない、はい、それがもう、はっきり言って、もうずっともう焼き付けられてるわけですよね、はい、で戦後しばらくもやっぱり戦前からの活動が幹部でいると、うん、ところがなくなってきたわけですよね、うん、そうした折に80年代の半ばに宮本賢治当時委員長がね、はい、憲法を守るっていうならね、はい、全部守ることにしないと、うん、我々がこの天皇条項をね、うん、変えるって言ったら改憲に道をつけるじゃないかっていう説明をしたことがあったんです、はいはい、それが出てきて、でもどうするかっていうのは、まあまあ、未解決のままずるずる来たんですよね、はいはい、で、まあ、そういうことで、憲法五憲っていうのはすごくね、80年代前半まではね、抵抗があったんですよ、共産党は、まあね、さっきおっしゃったように、自主的な防衛組織も作んなきゃならないって言ってるのをね、
もう全部あの自衛隊も解散だしっていう話にね、あの社会党的なものに変えちゃったわけですよね。変えましたね。でそれからでも だんだん整合性のあるものを合わせていかなきゃならないと。それからだんだんそういう治安維持法を 今でもあるんですよ。治安維持法国売同盟っていうのがね、毎年国会にね、あの時の弾圧間違ってたんだからね、賠償しろっていうのは陳情を出すんですよ。でいつもね、大体衆議院の議長さんがね、はいはい、うん、努力しますって言って終わる儀式になっちゃってるんですけど、もうほとんど死んでるからね、僕もお世話したらあの怒られちゃいそうな話なんですけど、でもね、あの亡くなってきて抵抗がない中でね、こういうことが起きてきたんですよ。不破さんがね、いや、あの皇室なんかもね、外交で、まあ、あの大使がいらっしゃるんですよ、外交で非常に重要な役割を果たしてるから、あの皇室外交の場にも出るべきじゃないかってことをおっしゃり始めたんです。で、晩餐会とか、そうそう、オランダの王女がなんかいらした時に、陛下がですね、主催したあの晩餐会に不破さん出たくてしょうがなかった。で実際出たんです。で出る時、私これなんで知ってるかっていうと、まあ、名前言っちゃっていいと思うんだけどね、緒方康夫さんっていうね、あの共産党の外交部門の責任者が参議院議員やってたんですよ。私も秘書やったことあるんです。で緒方さんの事務所を通じて宮内省とやったんですよ。宮内庁とやって、招待状出してくれと、まあ、一応全般出るんだけどもね、出る方向で、うん、ベルギーだったからマルグレーテ女王って言ったベルギーですか、どこでしたっけ、オランダ、オランダ、オランダじゃない、いやデンマーク、あ、デンマーク、デンマーク、デンマークのね、マルグレーテ女王じゃない、で出てね、いや、新しいね、共産党も新しいね、野党外交の道に踏み出したって自慢してましたけどね、あんまり党内的に受けが良くないから持ち上げなかったですよね。そういう風にね、もうね、行きたかっただけよあれ、それ以降は、例えば習近平とかね、いろいろ来るじゃないですか、あと、まあ、一応晩餐会とか江沢民並んだとかね、ある時あれとか出てるんですか、みんな。いや全部じゃないと思います、国会に出てるんじゃないですか。尾形さんは結構見てましたね、姿ね、うん、なるほどね。じゃあ、原則論として出ない、皇室の晩餐会とかにも出るようになってるんですね。だからもう僕や筆坂さんが党を構築されちゃって10年以上になりますけど、はい、僕らがまだ現役の時にもう開会式に、ね、出るか出ないかって議論、国会議員なんだから当時いましたから、はい、ありました、はい、うん、なるほどね、その頃から引きずってた問題がようやくここに来てね、出ると。だからもう全然そんなね、皇室をなくすとか、はい、そんなことは考えてないんですよ、はい、うん。